Check, 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 it's another one. Fancy foot sound, I play out, none of them no better than you. Well, easy, man, tell him, say, Champions, yeah, represent Bountiful, so neatly, man, tell him, say, Dutch, yeah. Yeah, I'm just say, Bountiful, and Antifoot, watch on a judge. Yeah, you know, it's the big bad zone, Bountiful. Damn, yeah, Bountiful. Bang, bang, bullet, come, boom. Yo, Bountiful. Yeah, you don't know this is T, that O, that hey, I represent the Upegity. Bountiful, say, that's all. See, it's up to the time, I can't tell, representing for Bountiful. Yes, we are representing three big bad Bountiful. A Bountiful. I want some sound boy. I want to try to come test. I will lock up everything in Japan now. Them can know that. Shabba, him there, Bountiful. I turn the jump and over. Tough in sound, the boy, ya. Bad sound from out of Nagoya. ダイレクトを作ったきっかけっていうのが、なんか、バンティフットのライブで盛り上がれるような曲を、まあ、ずっと作りたいなと思ってて、このバンティフットでしか作れない何かを作りたいなっていうふうにずっと思ってたんで、まあ、この Everyday is a New Day っていうアルバムを作るってなった時に、まず一発目にそのダイレクトっていう野外フェスを境でやらせてもらってるから、まあ、そこで爆発できるのような楽曲を作るためにはまずどうしたらいいんかなみたいなのをずっと考えてて、でやっぱり、まあ、今回3人ネオヒーロー、シンガーレイがいて、まあ、今回レッコっていう3人で作ったんだけど、まあ、まずネオヒーローっていうのはやっぱりバンティフットの中では欠かせないアーティストだから、まあ、彼がやっぱり一番最初に決まったというか、彼に一番重要なサビを歌ってもらうっていうのはやっぱり僕らの中では欠かせないピースの一つだったんで、まあ、ネオヒーローっていうのはそういう意味で一緒に楽曲作ろうっていうのでオファー出させてもらったんですけど、まあ、そこでもう2人、じゃあ誰にしようかってなった時に、意外とこの人とやってねえなみたいなのを一回考えた時に、やっぱりレイかなみたいなところがあって、レイはやっぱり DJ もできるし歌うこともできるし、やっぱり歌詞とかも自分自身にすごく当てはまるポジティブなリリックスとかがやっぱりすごく彼自身クローズアップされてるから、やっぱりこのダイレクトっていうのはもうそういうネガティブなことは一切使いたくなかったもんで、だからまあレイっていうこのアーティストしかいないなっていうところで、まあ、レイを選ばせてもらったんだけど、でもう一つがもうやっぱ今回のこのダイレクトを作った中ですごく悩んだというか、やっぱりここでレゲエのアーティストを選んだらなんか誰でもできるんじゃないかななんていう、誰でもできるような楽曲は作りたくないなっていうのがまず一個あったから、まあ、その中で言ったらラッパーと一緒にやりたいなみたいなのがあって、でラッパーってじゃあ誰と一緒にやったら面白いんだろうって思った時に、ずっと結構昔から、まあ、ファンだったっていうか、若いしこの子と勢いあるしやってみたいなっていうふうに思ったのが岐阜のラッパーのレッコだったんだけど、もうここは結構俺的に博打というか、このレゲエのトラックにラッパーが乗るのかみたいな。でもレッコやっぱフリースタイルダンジョンとか YouTube とかでチェックした時に何でも乗せるなっていうのがあったから、まあ一回オファー出して一回トラック聴いてもらって、まあ、こういう曲を作りたいんだけどどうかなって言った時に結構すぐ OK です、やりたいですみたいな感じで言ってくれて、でもう本当次の週ぐらいとかにスタジオで一緒にやったんだけど、もうやっぱりすげえ乗せてくるし、そのレゲエのビートに対してのそのなんていうのラップの仕方だったりとかのアプローチの仕方とかがすごくオリジナリティがあって、あやっぱいいのできたなみたいな。でレッコもやっぱそのなんていうのレゲエの早口みたいなところにも挑戦してくれたりとか、すごくなんかスムーズに制作もできたんで、もう結構この3人の融合っていうのが自分の中でも、あ日本でこういうことやってる人いないだろうなっていうふうに自分でも思ってたし、初めてその5月のダイレクトでそのダイレクトを披露した時に結構みんなの印象もすごく良かったから、タイトルダイレクトっていう名前をつけてよかったななんていうふうに今では思ってますね。おい最後だぞ。 Ladies and gentlemen, this is Bountiful speaking. 止める、 Are you ready? 止める、 止める、 Are you ready? 止める、 止める、 止めんの、 いけんの、 全員最後、 止め、 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 さあこっちおいて、 ありのままで OK。 ちょっと待ってよ。
ダイレクト開催決定のバイブスじゃなくない、まだまだいけるってやつは言ってくれよ。せダイレクト、ダイレクト、レゴラジオマン、ヨワゴアです。レディー、レッド、レディセンジェリー、ボイセンガー、バーティフォー、This is バーティフォースピーキング。 Are you ready? Don't be shy, come together and together as one。 楽しめるやつらは全員両手上げとけよ。ショーショーショー、さあこっち置いて、ありのままで OK、 一人じゃないぜ、あの大空の向こうへ。明日がどうだろうと生きてるのは今自分次第で、フリーダム、こっち置いて、ダイレクトに伝わる存在、大体のシーンをダイジェストで公開。なもんチェックして満足、カメの前で感じ出してみんな答えない面積。太陽が伝わる距離感まで来い、全員と答えができるこの番組。みんなもんちょ前、みんなもんちょ前、右に揺られ左に揺られ、ランダムなら波も乗りこなせ、愛になら大人が言うぜ、そんな考えはクソくらえ。愛に入るデミバリスイングアソン、嫌なこと忘れる時間を与えてやるぜ、なわりか。上げろ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 、さあこっち置いて、ありのままで OK、 一人じゃないぜ、あの大空の向こうへ。明日がどうだろうと生きてるのは今自分次第で、フリーダー、こっち置いて、新しい世界へ行こうぜ。シンガー、ワクワクするようなことがないんなら必死に探せばいいんじゃない。それもせず誰かのせいにして自分の人生してんじゃない。楽しみが一つでもあればポジティブ思考で頑張れば、おいでも心がレッコにゴーフィンかけてディスタレ、レッコレッコ、肩の力抜けて、てからこらから楽しめて、てから喉からから、あー繋がった一本の線、テンションも緊張もすぐ伝染、ただ自然な状態、自由に踊っててちょうだい。もうライブに出ることなく届かす角度ごまげろごまげろ、さあこっち置いて、ありのままで OK、新しい世界へ行こうぜ。イエーイ、ダイレクト、ほら Everyday is a new day's one、 ファイナル、皆さんのおかげで最高な一日になりました。ありがとう。